地元なんで相当気合入ってます。精一杯頑張ります。お願いします。この年になってダービー走れることに、誇りを持っています。最後まで全力で走ります。いよいよ地元で大きい舞台 SG がやってきました。一番今年楽しみにしてたので、思う存分楽しんで帰りたいと思います。パチマタン大村ダービーです。優勝しかやってません。最終日優勝戦まで、皆さんの応援とともに、活躍したいと思います。世界中からアロハください。ありがとうございます。してきました。4号艇振り込んだスタートになったのは金子龍介。さあ内に寄せましたが内と競り合う。それでもまくって4号艇の金子、一番先に1番を運んでいきました。先頭リードは4号艇の金子龍介。ゼロ台半ばといったスタート、トップスタートから4コースまくった4号艇の金子龍介先頭です。いいスタート切れたので、この後も一生懸命調整して走りたいと思います。応援お願いします。していきました。4号艇と6号艇あたり踏み込んだタイミングでしたが、さあ角から4号艇の佐藤が出ていって1番くまくり先制。1号艇その引き波の上少し膨らんでいきます。5番と2番が差し、トップリードは4号艇の佐藤翼です。ダッシュよく角からの一撃でトップ4号艇の佐藤。明日以降も精一杯走りますのでご指導お願いします。角から4号艇コースタートで一周1番区絞っていこうという4号艇前本でしたが、まくり差し1番の懐狙っても1号艇の峰が陰線押し切りトップ構想。陰線押し切って1号艇峰、圧倒的に人気に応える戦い。やっぱり年末ですごい盛り上がってくるところなんで、冷静かつ大胆に、はい、蝶のように待って走るようにさせたいなと。かっこいい。最近覚えたっす。わあ、よかったです。明日からも、世界中から応援してください。みんなの応援で9点取りたいと思います。頑張ります。